可能な限りの安全性を車に求める時があるものです。万一に備えてコロナのボディは前後で衝撃を吸収し室内を守るように考えました。でもシートベルトを忘れるとどんな安全性も無意味になります。このフィルムはコロナの安全性を実験したものです。安全設計のコロナです。